はい、皆さんこんにちは。内山隆翔のノックアウトチャンネルです。ついに決まりましたね。井上尚弥対ネリ、ルイス・ネリ、東京ドームですよ。しかもすごいですね。34年ぶりねえ、マイク・タイソンがやった以来ですもんね、はい、何人、5万人ぐらい入るんですかね。マイク・タイソンの時が5万1600に入ったんですか。はい。ああ、すごいな、そんな入ったんだ。これを超えるんじゃないかと言われてますけど、はいはい。まあこれ5万人埋めたらもうすごいっすね。ただでさえって5、6000の会場でも今世界チャンピオンやっても、いやそうですよね、埋まんないじゃないですか。まあしかしね、ついにこのネリとの、まあ、問題児もありますからね。ネリは軽量オーバーを何度もするという、それと井上尚弥が、ね、試合するってなったんでね、まあ面白い一戦ですね。まあネリはでもね強い、うん、やっぱ山中も、まあ、体重超過でもやられましたけど、それでもやっぱ見てて強いなと思いましたもん。でちょっと変則なパンチを出してくるんで、井上尚弥がどういう風に、まあネリがでもどういう風に井上尚弥に攻撃するかですね、うんうん、入れない可能性もありましたもん。全くやっぱジャブが、井上のジャブで、うん、だからいつものあのなんつうか攻撃のこう出どころが分かんないパンチとかを出せない可能性もあるんですよ、もう近づけなくて。うん、だからまあ井上の KO 勝ちかなっていう予想はありますけど、まあでも面白いな、この試合は本当にちょっと見たい一戦だったんで、はい、うん、ネリ選手は唯一の敗北がフィゲロアなんですけど、はい、フィゲロアですね、はい、ボディで倒されてたんですけど、ね、はい、あの時はスーパーバンタムに上げてまだ2戦目とかだったんで、はいはいはい、そっから3年ぐらい、まあもうだいぶ経ってますからね、体もだからちょっと分厚いですもんね、はい、うん、だからね、このスーパーバンタムで井上尚弥がどのようなまた激しい倒し方というか試合をしてくれるのかなっていう楽しみですね。はい、うん、ネリ選手問題児みたいなことは言われますけど、はい、実力的には実力はやっぱりありますよ、強いです。ただ一番やっぱやってほしくないもう軽量ですよね、失敗、うん、だってこれ今回大橋会長とかも軽量失敗したらもう試合しないって言ってますからね。大変なことですよこれ。東京ドームでもうその日予約してて、じゃあ井上尚弥が今日試合しませんって言った時に、大半が井上尚弥の試合ですか、見に行く。そうですね。どうすんだろうって感じなんじゃないですか。だってね、まあ、残り3試合世界タイトルあるって言っても、はい、東京ドームですからね、井上尚弥が出ないことにはもうどうしようもないですから。やっぱり井上選手の場合、こう生粋のボクシングファン以外のライトなファンもいっぱい来たいでしょうからね。はいはい、そうなんですよ。やっぱね、普段もう今のボクシングって、まあ日本でやった場合、みんなやっぱりそのこの選手の応援っていうみたいな、なんていうんですか、知り合い自体の応援とかじゃないですか。はい、で井上尚弥っていうのはもう一般の人でもボクシングあんまり知らなかった人でも見たいって思う試合なんで、だから本当に井上尚弥が試合出なかったらもうどうなってしまうのかっていう、うん、だそこがね多分ね今回ね大橋会長とかもヒヤヒヤしてると思うんですよ。ネリー絶対体重落とせよ、頼むぞっていう。事前に今回はなんか計量があるっていうふうに、はいはい、コミッションの方からまあ、数日前とかでもそうですよね、はい、それやんないと多分ダメですよね。だから俺も、はい、今のボクシングそうなんですけど、結構平気でみんな体重オーバーするじゃないですか。はい、だから1週間前に何キロ、ね、入れてなくちゃいけないとか、そういうルールにした方がいいですよね。うん、まあでもちょっと体重だけはちゃんとお願いしたいな。まあ、井上尚弥は多分、まあ、ネリと試合して、まあ僕は勝つと思うんですけど、ただ本当にネリはちょっと、くせ者なんで、ちょっとその怖さがありますよね。うん、こう前に詰めてガンガン左右回してくるイメージありますけど、結構突っ込んでくるんで、はい、であれもね簡単には多分さばけないと思うんで、だ多少被弾すると思うんですよ今回。お、うん、一番多分でもまあとか、まあドネアがまあ1回目のね時はドネアすげえキレッキレで強かったですけど、うん、ドネアとじゃあネリがやったらとなると意外と俺はネリが勝つのかなっていう風にも見えるんで感じるんで、だから本当に今回ね
あの井上選手の試合はマジで楽しみですね。うん、ネリ選手があのファイトスタイルを例えば試合中に変えるみたいな可能性ってありますか？いや、変えないんじゃないですか。なるほど。今更変えたところでっていう感じじゃないですか、うん、だったらもうあのやりづらい、ま、感じのスタイルのまんまいった方が逆に言えばチャンスがある、うんうん、変えた時点でもうそうですね、チャンスないっていうか。だからそれこそこの間ね、内藤さんと YouTube 撮った時、内藤さんはネリが勝つとすれば1ラウンド KO って言ったんですか、はい、だから本当にそういう感じになっちゃいますよね。井上選手もこうちゃんとした距離感を分からないうちにネリがガン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 来てっていうパターンもまあなくはないなっていう感じはしますもんね、はい、内山さん以前からおっしゃってるのは井上選手の対抗馬としてはやっぱり一発がない選手だと厳しい。もう無理です。もうただのテクニシャンじゃまあ井上選手に勝つのは難しいですね。やはりある程度のパンチ力、倒せるパンチがないと、うん、全然もうあの圧倒的な差が出ちゃいますね。そういう意味ではムロジョンよりもネリの方が怖いとは言ってましたもんね、はい、そうですね。まあでもこれはねちょっとね、東京ドームでどんなちっちゃくなっちゃうんだろうね俺もあの東京ドームであれやったじゃないですか、天心、あ、はいはい、ザマッチ、はい、ザマッチ、俺も10万円のチケット行きましたけどめっちゃ遠かったっすもうモニター見てましたもん、ずっと遠すぎて。あの会場に行くその空気感ですよね。まあそうですね、そこでまあだからみんなもう会場が行くのでいいんですよ、楽しみなんですよ、はい、だから本当にもう間近に見たい人はリングサイドを取って、うんうん、見ますけど、あの空気ですよね。そうですね。いやでも東京ドームでボクシングか、あ俺日本人でやるの感想像つかなかったですね、やる人になって。すごいですよね。でその中で井上拓真と石田の試合もあるじゃないですか、はい、これ結構面白いですね。でそれとあとはユーリー・アクイ選手と桑原選手ですね、はい、あとこれはねまた超楽しい、ジェイソン・モルニー対武井良樹。いやここも面白いですね。いやーこれはね、だから武井選手が今までの相手のレベルがまあわからないじゃないですか、はい、一気にこうもうなんつうのレベルが上がったなっていう感じなんで現役王者といきなり、そうです、ここも楽しみですよね。で今度4試合の世界戦あるんで、まあね、かといっても井上選手がやっぱりネリが退場としてやらないことにはこの3試合だけじゃ東京ドーム絶対埋まらないんで、ぜひともね頑張ってほしいなと思います、ネリ選手に体重をボクシングを頑張るのもそうだけど体重を頑張ってほしい、とりあえずね。でお互いベストコンディションで試合をしてもらいたいなと。まあでも俺はやっぱりボディーブローかな、うん、結構ネリは振りが大きいんで、はい、あの空いた腹に井上尚弥のボディーブローが突き刺さんじゃないかな、で悶絶すると思うフィゲロア戦ではまさに左右のボディで、そうですね、最後なんかガチガチお互い打ち合って最後ね、そんなに深く入ってるの感じじゃなかったけど思いっきり効いて倒れちゃいましたね、はい、それで言うと井上選手のボディっていうのはどっちともフィニッシュブローとしては強いですもん、強い、まあ、まあもちろんね、かあの急所があるのはこっち側なんで、人間の右側なんで肝臓と、あとだからこっち左側はあんまり緊張ないですから。ただ井上選手は本当左ボディがものすごい、ナルバエスもね一瞬で沈みましたからね、はい、あのボディはマジすごいな。あれネリ選手サウスポーですけど、井上選手オーソドックスで、これ左ボディっていうのはどうなんですか、打ちやすさ打ちにくさみたいなものでいうと。まああんまりどうなんですかね、俺もでもサウスポーでも左ボディで倒したりもしてましたし、まあ、感覚ですね、距離感、うん、うん、まあ接近戦になっちゃえばあんまり関係ないです、そこはロングからだと当てづらいですけど、うん、もうその辺のテクニックはね、井上選手はまあもう全部兼ね備えてるんで、まあ試合の中で1ラウンド様子見るのか分かんないですけど、はい、そこでこう、あ、このぐらいの距離かとか、まあ、このぐらいのパンチ力かっていうのを判断して、まあ2ラウンドぐらいからいくのかなっていう。ちょっと立ち上がり注目ですかね、うちは。立ち上がりです、はい、やっぱまだこう体が止まってない時のネリがどのような攻撃に出るかっていうところですね、うん、突っ込んでくるのか、そう、それかまあネリも様子見るとかじゃあ俺でもネリが様子見ちゃったらもう無理なんじゃないかなと思うんですけど、その時点で井上選手に合わせてる感じですね、うん、そうですね、
ただまあ井上選手が本当に危険な相手っていうのは間違いないです、うん、これはもう、ね、ドネアとやった時ぐらいのなんだろう緊張感のある試合になるんじゃないかなとは思いますね、はい、実は折れてたそうですよね。だからすごいですよね、あの状態だって最後までやって、しかもね最後ボディでダウン取って、で2回目はやっぱりねあっさり倒しちゃいましたからね。あれはねすごい本当に、まあまあボディで KO っていうよりもきっかけですよ。だからまあ上のパンチが当たって下が開いたらやっぱ腹で倒せるし、腹が効いたと思って集中力かければやっぱりね上でまあ右ストレート左ストレートもやっぱ倒せるし、うん、まあ全てが倒せるパンチを持ってるんで、うん、何のパンチで KO っていうのはまあ明確には分かんないですけども、うん、まあ腹は効かすのかなっていう、うん、いずれにしてもまあ井上選手の勝ちは硬い、硬いっすね、うん、まあとにかくね、でもその日までね楽しみに5月6日東京ドームでね楽しみにして、行きたいなと思いますので、ぜひね井上選手もネリ選手も好試合を期待しています。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。